んにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日は DB ヒーローズ編2の極限 Z バトルをやっていきたいと思います。ヒーローズのキャラ、私はイベントさんしか持っておりません。でもイベントさんだけでここまで登ることができました。レベル29からは皆さんにも見ていただきながらやっていきたいと思います。はい、パーリーはプティンリーダーのイベントさんのヒーローズキャラです。そしてお借りするのがこちらのスーパーハーツですね。はい、こちらで行ってみたいと思います。 Let's get started。 はい、 Enemy level 29 ですね。結構ね、29何回も何回も負けております。かなり難しいイベントさん。しかもね、私極限してるキャラプティンのみでございます。本当はね、全部極限してからやるといいのかなと思うんですけども、ちょっとね時間がなくて、はい、それでも極限 Z バトルいけるかなと思って挑戦してみました。はい、スーパーハーツは強いね。で、このアムズとかね、よくわからないんだけど、ちょっとね、弱い、やっぱり、ので、なかなか、並びとかでね、かなり左右されましたね。ラグスは強いよね。新しいイベントさんキャラ。だから、ラグスと極限したプティン、この二人が私の自分のパーリーの中では、頼りになるキャラって感じですね。この極限 Z バトルは、ドラゴンボールヒーローズのキャラだとダメージ軽減があったりするので、ね、他の強いパーリーでやろうかなとも思ったんですけれども、せっかくね、ヒーローズなので、私もイベントさんだけで挑戦できるような人数が揃ったので、はい、こんな感じで挑戦してみています。皆さんはどんなパーリーでクリアしたかな。フレンドさんはランキングが見れるので見させていただきましたが、だいたいやっぱりガシャさんの強いヒーローズのキャラをリーダーにして戦っている方が多いのかなという感じはしましたね。それが一番いいのかなという気はします。はい、こちらのね、プティンなんですけども、極限したらめちゃめちゃ強いんですよ。はい、パッシブスキルが、まずね、アタックディフェンス 150% アップで、しかも、味方のサポートもしてくれるので、このプティン極限しただけで、かなり強いパーリーになったなっていう感じがするんですよ。多分皆さんも極限 Z エリア、すごい大変っていう方も多いと思うんですけども、プティンだけでもね、極限するといいかもしれません。他のキャラ私してないのでわからないけど。はい、あとはね、フレンドさんゲスト3枠でお借りするキャラに本当に頼ってる感じなので、スーパーハーツ、やってください。おー、会心出て KO になりました。よかったー。はい。29もやっとクリアすることができました。はい、それではレベル30に挑戦していきたいと思います。これもかなりゲームオーバー繰り返しております。はい。並びがね、難しいよね。やっぱり運があるので、強いキャラ最初に来ないと、やられてしまう感じでしたね。プティンが来ているので、ここはね、なんとかしのげるかなと思ってやってます。はい。敵の攻撃も結構ばらけてると、厳しかったかな。私のこのパーリーだとね。めちゃめちゃ危うい中で挑戦しています、今回は。まあでも、やっぱり必ずクリアできるよっていうパーリーもいい、もちろんいいんだけど、ちょっとね、これでいけるか？どうだ？っていうドキドキ感とハラハラ感と、そんな中で今回やっていたので結構楽しくできましたね。ヒーローズのガシャね、ちょっ
ントを回したいなっていう気もしたんですよ。皆さんのコメントでたくさん出たっていうお話をね聞いたりしていたら、まあ、10連だけでも回そうかなとか思っているんですけれどもそこはちょっと今考えているので、もしかしたら週末の天下一生配信やらせていただいた時に途中でやっちゃうかもしれませんね。うん、皆さんと一緒ならなんかいいの出るんじゃないかなっていう気もするし、まあいいかな回してもっていう気もねちょっとするのでわからないですけども、うん、その時の、はい、流れでやるかやらないか決めたいと思います。まあ、でもやりたい、やっぱやっちゃうかもしれない、回しちゃうかもしれない。はい、敵のフィユね、フィユって何がモデルなのかな、なんかちょっとモスキートっぽい感じするんですよね。蚊ですね違うかな。はい、3ターン目に来てまたプティン出てきましたね。うん、プティンとねラグスがやっぱりすごい強いかなと思う。私は女の子キャラもすごい好きなんですけども、この2人いいよね、かわいい。アイシクルトリック、なんだそれはあ、追撃です。アイシクルトリック、おーすごい、プーティンやったー、大活躍でございます。はい、やっと30クリアできました、やったはい、こんな感じのパーリーでも極限 Z バトル30クリアすることができました。すごいなぁ。ありがとうございます。30までクリアできたので、龍石も30個ゲットすることができました。はい、今回使用したパーリーはこちらになります。プティン、魔人プティンちゃんのみ極限して、あとはイベントさんのドラゴンボールヒーローズキャラを使いました。フレンドさん、ゲストさん枠にはスーパーハーツをお借りいたしました。他のキャラもこれからゆっくり極限させていこうかなと思います。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくるよな。